こんにちは、かよです。今日は9点目替わり、買うべきコスメを紹介したいと思います。今回の9点目替わりは11月16日から27日までの12日間の開催となります。9点目替わりでおすすめのスキンケア編やヘアケア、ボディ編も紹介しておりますので、こちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まずはベースメイクです。最初はこちらネイチャーリパブリックプロバイオエッセンスクッションです。こちらネイチャーリパブリックの新商品となります。インスタグラムのストーリーでも以前お知らせさせていただいたんですけれども、本当におすすめすぎて最近はもうこれしか使っていないというぐらいの推しアイテムです。こちらは日本限定商品のようで、プロバイオティクス、乳酸菌、歯科配合で、さすがスキンケアブランドが開発したという感じの軽い使用感ながらも潤い感たっぷりのクッションファンデです。こちらのクッションのポイントをまとめてみると、1つ目、乳酸菌歯科配合でメイクをしながらお肌をいたわることができます。2つ目、潤い感がたっぷりです。今日もこちら使っているんですけれども、表面はツヤツヤしすぎる感じではなく、サラッとしながらも内側からジューシーな潤い感あふれるお肌に仕上がります。3つ目、お肌がくすまないです。こちら日本人の肌色に合わせたナチュラルな3色展開となっています。4つ目、マスク崩れが本当にないです。時間が経ってから重ね付けしてもよれたりしないですし、そもそも1日中メイク直しをしてもほぼ崩れがないです。テクスチャーは水分感たっぷりで、塗った瞬間少しお肌が涼しくなるようなクーリング感があります。叩くごとに自然と馴染んで、重ねても全く重たさや厚塗り感がないです。カバー力がありながらも本当に透明感のある薄膜肌に仕上がります。香りも一切ないです。こちら大きな鼻の毛穴とか頬周りのデコボコ、あとはシミ、色ムラなどもコンシーラーいらずで薄付きにカバーしながらも全然厚塗り感というのがないです。ちなみに日本で人気のティルティルのクッションと比較してみると、個人的に一番お気に入りのこちらの黒クッションの薄付き感にカバー力と潤い感がアップしたという使用感かなと思います。普通にですね、これ広告でも何でもなく、ここ最近購入したクッション市場の中で一番お気に入りだったので今回紹介させていただきました。ちなみにですね、こちらこの模様とこの卵型を見た時に最初に恐竜の卵のモチーフなのかなって思ったんですけれども、公式サイトを見たら天然石モチーフだそうです。ツヤ、潤い、カバー、持続力と総合的に優秀なスキンケアクッションをお探しの方にぜひ参考となれば嬉しいです。続いてこちら、クリオビーガンウェア UV セッティングプライマーです。こちらは毛穴や日中の崩れが気になるという方にぜひおすすめしたいプライマー下地です。フランスのビーガン認証を受けたアイテムとなり、植物性由来のトウモロコシでんぷんがお肌の基盤をさらーっと均一に整えてくれます。あとはオイル吸着パウダーが入っていて、それが重なるごとで皮脂を吸着してメイクのりも良くしてくれます。テクスチャーはピンクベースの乳液タイプとなり、伸ばすときは水分感や油分感を感じますが、馴染み終わるとピタッとサラサラとキメが整ったお肌になります。香りはほぼありません。私は乾燥肌なんですけれども、今の季節日中こちらを使っても乾燥を感じることも全くないです。こちらですね、内側の水分感を残しながら表面はサラッとしたのをキープしてくれるような使用感です。ピンクベースなどでくすんだお肌も明るく整えながら、毛穴とかデコボコなども滑らかにカバーしてくれて、クッションとかリキッドファンデの前に仕込んでおくとすごくメイク持ちが良くなるかなと思います。すごく乾燥が気になるという方は、特に皮脂が気になるおでこなどの T ゾーンの部分に使ってあげるのもおすすめです。続いてこちら、ジベルニー密着カバーファンデーションです。こちら今までの動画でも何度もおすすめさせていただいたんですけれども、たくさんのリキッドを今まで試してみた中でやはり電動の1位だったので、これから秋冬の季節のリキッドとしておすすめしたいと思って今回も選ばせていただきました。保湿成分 60% ナチュラルカバーエアリー密着のキャッチコピーで、薄付きながらも持続力やカバー力の高い、絶対に今日は崩したくないという時に使っていただきたいファンデです。カラーは4色展開で、私は21号のライトベージュを使っています。テクスチャーはこっくりとしていますが、伸ばすと薄膜感があります。カバー力が高いですが、重たさや厚塗り感が全くなく、毛穴、赤み、シミなどを自然にカバーできます。セミマット肌という感じで、ナチュラルな感じでツヤっぽく仕上がるので、デイリーメイクにも使いやすいかなと思います。香りはほぼないです。こちらカバー力は最強レベルながらも、全然分厚い感じにならずに、本当に薄膜っぽいセミマット肌に仕上がります。私の手持ちのリキッドファンデの中でも持続力は本当に最強レベルで、朝塗ったら夜までですね、泣いても汗をかいても、マスクの付け外しを何回もしても、ほぼ毛穴崩れなども見られなかったです。セミマット仕上がりなので保湿感気になるという方いらっしゃるかもしれないんですけども、こちら保湿成分 60% 配合となっているので、内側はしっとりと外はサラサラという感じ
じで、乾燥肌の私でも冬でもパサつくこともなく使えます。リキッドを探しているという方はぜひ試していただきたいアイテムです。続いてこちら、エスポアプロテーラ B グローシアパウダーです。こちらエスポアの B グローシリーズの新作パウダーとなります。植物性オイル配合、サイズの異なる球形パウダーが配合されており、小さい毛穴とかデコボコをフィルター加工したような感じでふわっと補正してくれます。パウダーなのでマットに仕上がると思うんですけれども、ただマットに仕上がるだけではなくて光沢感のあるツヤっとしたお肌に仕上がります。テクスチャーはかなり粒子の細かいパウダーファンデーションのようなタイプです。一塗りでツヤ感、光沢感のある滑らかなお肌に仕上がり、メイク崩れやマスク崩れを防止します。香りは一切ありません。こちら先ほど紹介したクッションファンデやリキッドファンデなどを使う時の仕上げとしてパウダーをはたいています。特にツヤ感、高級感のあるお肌に仕上げたいという時は、少し固めのブラシでおでことか鼻筋、頬骨などを中心に塗るとハイライトをしたかのような立体感のあるお肌に仕上がります。ずっと今までパウダーはイニスフリーのノーセバムパウダーを使っていたんですけれども、こちらに出会ってからはよりふんわりとキメが整いながらも光沢感のあるツヤ感も演出できるので、すごく気に入って使っているパウダーです。続いてこちら、エチュードハウスコントゥアパウダーブラシセットです。こちらもエチュードハウスの新作アイテムとなります。こちらインフルエンサーのチョヒジョンさんとのコラボ開発となり、2022年グローピックアワードシェーディング部門で1位を獲得しています。今まで私シェーディングを使ったことがなかったんですけれども、シェーディング初心者さんにおすすめという口コミがたくさんあって、実際に試してみたところ、なんでもっと早く買わなかったんだろうと思ったぐらいにすごく使いやすかったので、今回紹介したいと思います。カラーは3色展開となっており、私はフェイスラインや二重顎のもたつきが気になりますので、フェイスラインにおすすめなこちらのクリエイターを選びました。薄いカラーが基本のシェーディングカラーとなり、濃いカラーは集中的にシェーディングをつけたい部分と分けて使えます。見た目は結構暗く見えるんですけれども、肌にのせるとワントーン暗いぐらいの自然な肌なじみのいいカラーなので、境界線ができたり不自然な仕上がりにならずに本当に初心者でも使いやすいです。こちらフェイスラインや二重顎の部分はもちろんのこと、涙袋作りや小鼻、鼻筋などにもブラシを変えて使うことができます。こちら一緒についてきたブラシも毛質がふわふわで均等につきますので、こちらもシェーディング試してみたいという方におすすめのアイテムです。続いてアイシャドウパレットです。デイジークニットコレクションアイシャドウパレットです。こちらはデイジーク史上一番可愛いと話題のニットコレクションです。新作コスメでも紹介させていただいたんですけれども、デイジークオタクの私は今までアイシャドウパレット全部使ってみたんですけれども、中でもニットコレクション本当に可愛くて捨て色なしの配色になってるかなと思います。カラーは2色展開となっており、イエベさんにおすすめのベージュカラーとブルベさんにおすすめのバイオレットカラーとなります。どちらもニット模様やチェック柄の模様がついており、カラーや発色がいいのはもちろんのこと、細部までこだわりがあるのは本当デイジークという感じです。ニットの部分はデイジーク初のマットパールテクスチャーとなり、マット特有のはっきりした透明感のある発色ながら目元の油分を抑え持続力を高めてくれるテクスチャーです。マットカラー、マットパールカラー、光沢感のあるカラー、密着力の高いグリッターカラーと様々なテクスチャーのカラーが入っています。今日はこちらのバイオレットのアイシャドウパレットを使いました。アラフォーの私が使っても全然ピンクピンクしすぎることもなく、悪目立ちすることもなく、すごく透明感のある上品な仕上がりになりますので、ピンク系のアイシャドウを使ってみたいという方にぜひおすすめしたいです。ちなみにベージュカラーの方は今まで出ているヌードポーションやミルクラテにも配色が似てるなと思ったんですけれども、実際に比べてみると締め色やグリッターカラーなどがかなり違いましたので、やっぱりこちらのベージュカラーも買ってよかったと思えたアイテムです。続いてリップです。ロム&ミュートラルヌードデュイフルウォーターティントとゼロマットリップスティックです。こちらも以前の新作動画でおすすめさせていただいたんですけれども、ロム&のミュートラルシリーズ、本当にどれを買っても間違いなしのシリーズかなと思います。どちらも自然なトーンダウンをしたカラーとなり、ウォーターティント2色とマットティントの2色が発売されています。ウォーターティントのカラーは2色展開となり、イエベにおすすめの12番キャニオンは落ち着いたレッドブラウンカラーで秋メイクにぴったりなカラーです。ブルベさんにおすすめな13番カスタードモーブはピンクすぎず透明感あふれる大人っぽいピンクカラーです。どちらも色味が強くなく、透き通ったみずみずしい唇に仕上がりながらも色味の持続力が圧倒的にいいというのがおすすめのポイントです。続いてマットスティックも2色展開となり、イエベさんにおすすめな21番スモークドベージュは落ち着いた
オレンジベージュカラーでぽってりしたふんわり唇になります。ブルベさんにおすすめな22番モーブビーンズはもともと唇の血色が良くなったかのような自然で柔らかい印象になります。こちらも両方とも色味が結構自然な仕上がりになりますので、デイリーリップとして使ったり、唇の色補正やツヤティントの下地として使ってあげるのも可愛いかなと思います。続いてチークです。チークもこちらロム&ミュートラルヌードベターザンチークです。こちらも先ほどのリップと同様にミュートラルシリーズの新作のチークです。こちらも2色展開となり、1番のナッティーヌードは殻を剥いたナッツのような柔らかなベージュヌードでイエベさんにおすすめのカラー、2番パインヌードはブドウカラーにベージュを一滴加えたグレープヌードカラーでブルベさんにおすすめのカラーとなります。どちらも本当に自然な色味でふんわりと血色が良くなったかのような仕上がりとなりますので、大人女子の方はチークを塗るとなんか浮いたような感じになるので避けてしまうという方結構いらっしゃると思うんですけれども、そんな方でもこちらチークを塗ったという感じに全然仕上がらずに本当に自然に顔色が良くなったかのような仕上がりとなりますので、このプチプラでこのクオリティなら絶対に買って損はないアイテムかなと思います。ではここまで9点買うべきコスメを紹介させていただきました。今回のメガ割りではスキンケアやヘアケア、ボディケア、コラボ販売をさせていただいておりますので、ぜひこちらもお得な機会にチェックしていただければと思います。詳しくは概要欄に載せておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや9点楽天お得情報を随時流しておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。